寺島県9月23日から1972年10月30日は、日本の海軍軍人、政治家。海軍中将で予備役となった後、東条内閣で、邸新大臣、鉄道大臣を務めた。戦国時代は、武田信虎に仕え、江戸時代中期以降、紀州徳川矢後付家老、安藤家家中であった。父寺島は、和歌山県庁に勤務し、 寺島はその4男である。妻は、尾本智道の4女越子。和歌山中学に進んだ寺島は、中学の先輩で、海軍兵学校に在籍していた、岡本米次郎、野村義三郎の生徒服姿に憧れ、海軍兵学校への進学を決めた。志願者1374名中合格者は200名で、中学4年修了で受験した、寺島の席次は16番であった。 寺島は学年が進むとともに席次を挙げ、卒業席次は4番である。1903年12月に卒業した海兵31期生の同期生には、生涯にわたる親友となった長谷川清らがいる。日露戦争海兵31期生は練習艦隊で実務訓練を開始するが、日露対立の激化によって練習艦隊は解散となる。日露戦争における 寺島は、連合艦隊参謀を、植田賢吉らが戦死した際に、秋山正幸を補佐するため一時的に、三笠の乗組となった時期を除き、第一艦隊第一戦隊小族の、四季島乗組として従軍し、旅順口、攻撃、公海海戦、日本海海戦を戦った。初瀬屋島が植来した際は、探偵指揮者として生存者救出に功績がある。戦後の交渉で、 訓読等単行局実証を授与されている、一期後輩の堀敵吉、寺島の第六号潜水艇長時代の事故で、救難作業に当たった一人が、堀敵吉中尉であった。両名は、軍務局長、中仏部官、第二艦隊参謀長の軍歴を、同じくし、大隅人事で共に、予備役となる。寺島の公認たる、浦賀ドック社長でもあった。 東条内閣会長の島田茂太郎は、堀などが海軍大臣として在任していれば、と述べている。潜水艇、鹿島海工院として31期主席の枝、原由里一と共に、英国出張し、法術師を務める。上司の法術長、山岡豊和から信頼を受け、寺島は山岡夫人の妹越子と結婚することとなる。日本に帰還後は、 潜水艇導入の功労者である、井出賢治の勧めで、早々期の潜水艇隊に勤務する。第6号潜水艇の艇長などを務めるが、反潜工事に、海水流入による事故に遭い、機関兵装の起点で浮上に成功している。寺島は、事故原因となったベンチレーターの改良を図り、またベンチレーターのバルブに肺炎するなどの事故、防止策を取ったが、第6号潜水艇では、 公認者の佐久間務定長時代に巡職事故が起きた。寺島は佐久間の死を痛みつつ、ベンチレーターへ反映していなかったことなどを指摘している。公開選考士官、海軍大学校海軍大学校をつし、同選集下を経て公開選考士官となり、津島、千歳で公会長を第三艦隊参謀を歴任した。海軍大学校講師には、 海兵三十一期の第一選抜で合格し、長谷川、加藤隆義、与内三つらが同期である。寺島自身のことによれば、海外時代の成績は、優れていたわけではない。寺島の電気はその理由に教官に迎合しなかった、ことを挙げている。在学中に、詳細進級し、卒業後は、軍令部参謀に補えされる。第一次世界大戦期第一次世界大戦では、 第二班長、佐藤哲太郎の指示を受けて軍令部在籍のまま、第一、南塚解主体参謀として出征した。第一、南塚解隊は、独東洋艦隊捜索のため南洋方面を行動したが、快適はしていない。一時大戦では、寺島の中学同窓生で、海兵同期の主席入校者であった、谷井徳之助少佐が戦死している。1916年2月に、 仏通中在を命じられ、ついで武漢補佐官となる。寺島は、仏通後の習得に努めつつ、仏海軍潜水艦の調査、報告を行っている。日本への帰還は、米経由で、中米武漢、野村義三郎、同補佐官、長谷川清と再会した。帰国後、平戸副長として、海上勤務に就く。副長は艦長を補佐する役割で、艦の実務を取り仕切る。 寺島在任時の平戸は後成績を収め、所属する第二艦隊から法上を受けた。皇太子の欧州訪問。昭和天皇は皇太子時代に欧州訪問を行っているが、そのお召し艦として、香取、り、具部艦には、鹿島が選ばれる。寺島は、この二艦からなる部隊の千人参謀に選抜された。部隊トップは、国際経験に富も小栗幸三郎司令長官。 他の幹部は長距離航海であることを考慮して、寺島のほか田口久森参謀長、香取館長神ら則和と航海選考士官が選ばれている。専人参謀たる寺島は計画立案にあたり、ほぼ半年にわたったこの訪問は成功裏に終わった。寺島は海軍大学校教官を1年務め、1922年12月に大佐進級し、中仏武官に補えされる。 約2年の在任中に、ベルサイユ平和条約実施委員を務め、北白川宮茂久王の自己処理にも携わった。艦隊参謀長1924年12月、海軍省副官に補えされ、約2年在任するが、この時期の活動については口述する。山城艦長を経て1927年12月に、少々へ昇進し、第二艦隊参謀長を1年。 翌年12月から1年がいい地、艦隊兼連合艦隊参謀長を務める。連合艦隊参謀長は激務であることから、十分な体力を持ち、さらに作戦、戦闘指揮能力に優れた人物が捕食される、職位である。第2艦隊時代は、吉川平、大谷幸四郎、連合艦隊時代は、谷口昌進の各司令長官を補佐し、角田各自は、両司令部でも、 寺島の部下である。連合艦隊時代には訓練中に第一、航空戦隊の赤城・法相に所属する航空機が天候急変のため帰還できず6名が殉職する事故が起きた。寺島は身体伺いを提出したが、谷口長官は却下した。なお谷口、寺島司令部を当時の連合艦隊機関、道の区の艦長であった吉田前後は批判している。 その内容は、参謀長は参謀をもっと指導しなければならないという趣旨である。ただし、道の下法術長は寺島が岩下安太郎以下の参謀をよく統率し、参謀たちは寺島に敬服していたと述べている。海軍省寺島の海軍中央での履歴は軍令系統であったが、1924年12月に海軍省専任副官に補えされる。 この配置は、解消の決裁書類すべてに関与する、軍政上の重要配置であった。寺島在任時に、国会で、憲法12条が問題となった。花井拓造貴族院議員は、天皇は、陸海軍の編成及び、常備兵学を定むに対する保筆責任者は誰で、あるかを質問し、陸海軍は答弁書を作成することとなる。 十二条は十一条天皇は陸海軍を統帥すと密な関係にあり、また実際問題として軍政事項と軍令事項はその区分を明確にすることが難しい場合もあった。学者間でも見解が分かれており、海軍は海将が十二条の保筆者で十一条にも責任を有するという考え方であったが陸軍は参謀総長が十一条の保筆者で十二条にも 責任を有するという立場であった。寺島は答弁書の起草委員に選ばれ、陸軍の杉山本時案に当たるが、その際寺島は、宝部表解消の命で、井上義か、東郷平八郎領元帥の意向を確認している。東郷は、宝部解消の十二条の保筆者は解消であるとの考えに賛成し、井上はそもそも西郷つぐみ解消が文官として、 兵力量を決定し、軍令部の移行が入れられなかったことが原因で、軍部大臣は武漢へと制度変更がなされた点を指摘し、将来的に文官大臣が誕生した場合の保湿について懸念を示した。結局、鈴木貫太郎海軍軍令部長、加藤幹治横須賀鎮守府司令長官らを交えた協議、さらに陸軍との協議で、憲法第十二条の体験の憲法上の保湿の、 責任は陸海軍大臣にあり、ただし兵力に関しては参謀総長及び軍令部長は天皇を保育すとの答弁書が決定された。1930年6月教育局長に就任する。この職位は海軍の教育訓練の責任者である。寺島は在任中にファッション的傾向が見られるようになった青年士官の教育改善や 兵学校でのダルトンプラン教育から従前の手法への復帰を図っている。その他海軍練習航空隊教育要項の制定、トルコ海軍からの留学生受け入れが実現した。軍令部編成の海底軍令部第二課長時代から軍令部の権限拡大を目指した高橋三吉。寺島にとって高橋は兵学校時代の最上級生で共に 四季島乗組として、日本海海戦を戦った戦友でもあった。高橋は後に、藤田久則と語らい、与内三政正を現役に残すため、自ら指役編入を申し出る。1932年5月、寺島は、教育局長兼軍務局長として、海軍軍勢の中枢を預かることとなった。 寺島の軍務局長時代は5.15事件の処理が行われた他軍令部から海軍省に対し、軍令部条例及び、勝負ご正規定会提案の将棋がなされる。この将棋は唐突なものではなく、軍令部の権限拡大を目指した動きは、加藤智三郎、村上角一の解消罪人事から見られる。しかし島村駿部長、佐藤哲太郎次長時代、山下玄太郎部長、 加藤幹事次長、堀内三郎次長時代の試みは実現していなかった。なお軍令部の権限拡大を要求した理由に軍部大臣に文官が就任した場合への懸念があった。昭和期になると1930年のロンドン海軍軍縮会議に際して統帥権、幹般問題が起き、軍令部は憲法11条、12条につき陸軍と同様の公式見解をまとめ、 内閣法制局の11条解釈、統帥権につけては、国務大臣は保筆の責めに任ぜずただし、その国務に関する範囲におては、国務大臣はこれに参画し保筆の責めに人数に対し、正し書き以下の削除を求めた。海軍省は反対し、日本は国家として結論を出せないままであった。海軍は軍事参議官会議で、兵力量は海省と軍令部長の 意見の一致しあるべきものとすと決議する。ロンドン会議後の人事面では、統合の推薦で、軍令部寄りの考えを持っていた、伏見宮弘屋僧が、軍事参議官会議の決議を得て、海軍軍令部長に就任する。全民の海軍軍令部長、谷口昌進は、ロンドン会議後に辞任した、加藤幹事の後任者で、退任に抵抗を示している。こうして、皇族をトップとした、 軍令部はまず戦時大本営編成。戦時大本営金無礼の改定に成功する。これは参謀本部に比べて小さかった軍令部の戦時における権限を拡大したもので、松田千明が軍令部側の主務者である。しかしこの改定は平時には影響せず限定的なものであった。引き続き軍令部は岡田亀次を主務者とする改定案を作成し、 軍令部編成の強化を図った。寺島軍務局長ら海軍省側は抵抗したが、高橋三吉次長と岡田海長の会談は、喧嘩は彼に近い状態で、岡田の見たという印のサインを持って、海軍軍令部長の権限で発令された。海軍省は増員された定員に敗員を行わずに、抵抗を続けたが、高橋や伏見の宮は、安野清人事局長に断じ込み、 新設の軍令部第四班長へ配印が実施された。軍令部条例及び、勝負故障規定改定1933年1月、伏見宮海軍軍令部長、大隅峰屋会長、貫の宮参謀総長、荒木貞織区将の4社は、兵力量の決定についてという名の文書に署名を行う。この文書には、兵力量は、参謀総長、 軍令部長が立案すると記され、加藤幹事から、数密顧問官、金子健太郎にも送付されている。この内容は上述した憲法12条に対する海軍の従来の考え方を覆し、参謀本部と同様の立場に立つものである。同年3月、軍令部は海軍省に軍令部条例及び、勝負誤称規定改定を提案した。当時の勝負主要幹部は、 以下の通りで、海軍省の寺島、井上は、条約派、軍令部の伏見の宮、高橋、名雲は、艦隊派に分類される。改定案は多岐にわたるが、重要な点は、海軍軍令部長の国防傭兵に関することを参画し震災の後、これを海軍大臣に移すとの規定を、国防傭兵の計画を司さどり、傭兵のことを伝達するに変更、また、傭兵の範囲は、 勝負誤証規定で定めることとし、その誤証規定でも海軍省から軍令部に権限を移すことにあった。なおこの提案は軍令部に起案権すらないものである。改定案は軍務局員公の一千万条に持ち込まれ、上司の第一課長、井上成美が自ら処理にあたり、名雲忠和との交渉で改定案を認めなかった。この井上の態度は寺島、 藤田両人の了解の上である。井上の反対理由は大きく3点に分かれており、クラス会限りとして表した思い出の木から引用する。この第3項は、井上特有のものではなく、海軍内に基本的に存在していた考え方であった。6月、交渉は寺島と島田に移るが、寺島は強硬な態度で反対し、改定項目の2、3に同意したのみで、 残り全項目を拒否した。なお、寺島のことによれば、伏見宮に対し、制度は間違いのない責任体制を持たねばならぬと述べ、伏見宮の不況を買っている。事態は膠着し、交渉は藤田次官と高橋次長、大住海将と高橋部長代理に段階を移しても解決には至らず、最後は7月の大津の海将と伏見宮海軍軍令部長の海岸で、 基本的に妥結している。こうして、海軍の伝統であった、海軍省の軍令部に対する優位は崩れた。この妥結に対し海省経験者の斉藤実首相、海軍軍令部長経験者の鈴木、勘太郎次中長は、不満を表明した。大隅海省の上層を受けた、昭和天皇は、海軍省の所蔵事項への軍令部の過度の介入を、懸念し、大津から、 その回避ができるかを書類で提出させている。寺島は、この妥結後に、原田熊尾に対し、加藤幹事、金子健太郎、大津の伏見宮の動きなどの裏面事情を語り、改定を食い止めようとした胸を語っている。しかし寺島は最後まで抵抗を続けた、井上の説得を図ってもいる。寺島の言葉は、今度ある事情により、 この軍令部最終案により改正を実行しなければならないことになった。こんな馬鹿な軍令部案によって制度改正をやったという非難は局長自ら受けるから曲げてこの案に同意してくれないかというものであった。井上は直属上司たる寺島の言葉にも妥協しなかった。9月、寺島は練習艦隊司令官に転出した。この職位は 海軍兵学校などを卒業した、少尉候補生の実務訓練にあたる兼職である。しかし翌月に軍令部出資を命じられ、翌年3月、52歳で、予備役に編入された。この際、寺島は、男子由来、小清清清清,清法変人参票受け身、もう夏、陰雷跡、清月降風、天地清という監視を残した。寺島に関する人事は、満州事変に際し、 日米戦争を招く危険を考慮して、陸軍の動きに反対した谷口昇進、ロンドン会議において、軍縮条約賛成派であった、山梨勝之進、佐根寺正造、堀池吉治ら条約派将官の予備役編入と同じ動きであり、いわゆる大津の人事の一環である。寺島の流言役は、国会でも問題になり、一連の人事に不信を抱いた、中沢雄は、 山梨勝之進に事情を聞いている。山梨は大隅海将に対する伏見の宮と東郷平八郎の圧力を上げ、東郷さんの晩節のために惜しむと語った。この年の11月、山下亀三郎の意向で浦賀ドック社長に迎えられた。就任に際してら島は伏見の宮に挨拶を行っている。浦賀ドックは造船を主たる業務とする会社で、 寺島社長の7年間で、駆逐艦、青函連絡船など62隻を建造した。また20ミリ機銃製造を行うため、富岡兵器製作所を創設した。同社は大日本兵器に発展し、寺島は社長を兼務している。この20ミリ機銃は霊式艦上戦闘機にも、搭載され、威力を発揮した。なお長野治見解による、 与内三政へさえの次期会長就任の打診を行っても、いる。1941年10月7日、東条秀樹を主犯とする、東条内閣が成立する。東条は、前会長の大川小四郎に、低信大臣と、鉄道大臣を兼任する人物の推挙を求め、海軍は寺島を推薦した。寺島は、東条と面会した、際、非戦派と言われた自分は、 不適任という趣旨を述べたが、登場の説得を受けた。寺島は、山下亀三郎の了解の上で就任を受諾する。鉄道大臣はこの年の12月まで、定心大臣は1943年10月まで在任している。定心大臣からの離任は、鉄道省、定心省の合併による、運輸通信省発足に伴うものである。 戦後は連合国の永久戦犯指名により逮捕されたが、起訴はされず、1948年に釈放された。この間公職追放となり、1952年後は発行と、共に追放解除となった。寺島の憧れの先輩であった野村義三郎、初閣議に臨む寺島日清戦争を連合艦隊機関、松島艦長として戦った海軍中将。 両名は、お互いの葬儀委員長を務める約束を交わしており、長谷川が没した際、寺島は、その約束を果たした。公開化を専攻する、士官用の専門家庭。この時期の会大については不明であるが、会大で好成績を得るには、教官の意に逆らうことは不利であった。会大首脳の機嫌を損ねたため、席地を引き下げられた、者がいたことは、 共感経験者の高木総吉も自身の体験として書き記している。舞台人員の人選は加藤智三郎会長が言った。なお、鹿島館長の小山武氏は法術出身者、香取公会長、雪下克美は海大専修学生の首席卒業生である。参謀には、住山徳太郎、安倍光希、宇垣館南寺もいた。寺島は、 加藤智三郎や宝部の軍部大臣は、武漢が適当との考え方に賛成であった。人事権を有する大臣は武漢でなければ、人材評価ができないと考えていたためである。加藤幹事や末次信政大一般長は、改正実現は難しいと述べていた。加藤智三郎会長は佐藤次長に対し在任4ヶ月で、転任処置を取った。岡田圭介、加藤幹事、 アボキヨカズ、山本英 s 家の4名。岡田は伏見宮に傷をつけないよう気をつけるということで賛成したと語っている。伏見宮の海軍軍令部長就任は、陸軍の海員の宮こと日と新能参謀総長に対抗する意味があるとされるが、伏見宮自身は否定している。なお元老、西園寺金持ちは皇族をトップに据えることに有料を示していた。 なぐもの交渉態度は脅迫と伝えられるほど強硬であったが、島田茂太郎の場合は、温和なものであった。井上は島田について、理屈がわかったと語っている。金沢正夫は、この書類の作成にあたった、当時の軍令部第一番長直属部員である。書類提出を命じられた大隅海将と鈴木貫太郎次長が話し合い、その場で、 大津野の,の意向を確認しつつ作成した。この証言をした、当時の会消秘書官や、牧明は、大津野に随行しこの場に居合わせていた。なお、井上成美と、金沢正夫殿では、作成した書類の受領日が異なる。伏見宮は、井上の姿勢を気に、入り、ポストに配慮するよう指示している。2.26事件で、井上横須賀沈府参謀長は、 帰化の艦船を東京湾に急行させようとしたが、軍令部によって差し止められた。この改正によって、海軍省から軍令部へ警備派兵の権限が異常されていたためである。艦隊派の影響を受けた東郷平八郎は、谷口の姿勢に飽き足らず、大隅らを前に谷口をメンバーした。第三次、この内閣の会長であった及川小四郎は、 海軍は戦えないと明言できなかった理由にこの出来事を挙げている。山下と加藤幹事は友人関係にあった。寺島県連では6月15日。ありがとうございます。